まあひどかったですね、黄金のご飯も本当に食べれなかったです。だからまあその実家が僕の場合近かったので、あのお母さんにカレー作ってってカレー作ってもらったり、なんかいろいろ食べるものを作って持ってきてもらってましたね、数多く。さすがに本当にひどかったですよ、この時の量は。そうですね、昔はピーマンが嫌いだったですけどね、なんかてか野菜自体はあんま食べたくなかったですよ、はい。ここに来るまでは野菜はいらないって感じでした、はい。そういう意味でやっぱプロになったら本当にこう食べるものからきちっとしたらすごい勉強になったでしょ。そうですね、やっぱり栄養士の方も来られますし、その中で話と話もしてもらって、まあ、野菜って必要なんだなと思いました。